紅姫は寝てます。ほんまに寝てる？うん、起きてる。起きてるけどもう起きれない。と、え、撮ってる？うん、撮ってる。ちょっと一応お部屋紹介をね。部屋紹介してんの？うん、部屋紹介してる。すごいな、もうあんた。一応ね、働くな。寝とっていいよ。働くわ。ベッドルームがあります、一つ。こっちないけ？見た？誰か。トイレかな。あ、お手洗い。キッチンみたいなのがここにあります。クローゼットがあって、大きいテレビ。こっちの部屋行きます。いい景色ですね。広い廊下で、おー、露天風呂があります。後でゆっくり入ります。ベッドルーム、はい。今日はここで仲良く寝寝したいと思います。お風呂の紹介です。スケスケやね。スケスケのお風呂と、あー寒い。おー、温泉があります。はい、そんな感じで、雨降ったら終わりやけど。と、え、待ってるん？待して、え、はい、じゃあそんな感じで今日はゆっくりもしてられないんですけど、いっぱい働いてもらおうと思います。な、見て、うん、見てるよ、眺め見てるよ。すごくない？いい、綺麗な景色見せてくれてありがとう。こんな汚い世界って、こんな汚い世界やけど、綺麗な景色を、綺麗な景色見て汚い話しよう。今日は綺麗で当てる当てる当てる。後で綺麗な景色見ながら汚い話しようと思います、うん、じゃあ待ちほど、バイバイ。はい、どうもこんにちは、蜷川紅です。皆さんお元気ですか？ということでですね、はい、しばらくおうち動画が、続いちゃったので、ちょっとね外に出てみましょうかということで、今回はね、ちょっと車飛ばして箱根までやってきました。お母さん映ってないけど大丈夫？はい、ということで、結構長め綺麗やったんですけど、よ、ちょっと夜も更けてきて、コーヒー来たよ。だいぶ、あ、ありがとうございます。よくまし、ありがとうございます。働いてますね、今日も。いや、でもね、すごいね、ここスイート、すごい広いよね。スイート。白くましが力見せました、うん、なんか権力を発揮して、なんかすごい、なんかめちゃくちゃ広いよね。部屋も別々にあるし、眺めもすごい綺麗やし。バレンタインの企画、皆さん覚えてらっしゃいますか？私たちちょっとバレンタインでチョコ作ったんですけども、その時になんかね、もう母ちゃん、なんか私も汚い世界ばっかり見てるからって言ってたから、もうそんな汚い世界ばっかり見てる母ちゃんに、ちょっとじゃあ綺麗な世界を見せてあげようかなということで、はい、ありがとうございます。今回は箱根で、はい、なんか綺麗な世界を見ながら汚い話でもしてみたみたいな感じのことをやる、なんか、やなんかそんな感じする？そうやな。まあでもほら、今回はね、ゆっくり温泉入って、うん、で、明日もね、いろいろちょっとブーラブーラ箱根あたりを予定いろいろしてるんで、はい、まあ楽しんでいきたいなって思ってます。ちょっとコーヒー飲んでいい？じゃあどうぞ。カフェインキュッと入れてもらって、ちょっとそろそろね、カフェイン入れんと、昨日もなかなかに夜遅くて、あんまりなんか寝れてないなーっていう。まあでもなんか、うちの人たちみんなさ、夜になると急にグループライン稼働するよね。なんか昼間だから、その各々仕事してるからさ。いやいやいや、まあまあ、いやけど昼間も仕事してるくせに、うん、
夜の LINE の稼働すごいやん。だからその YouTube の話とかめちゃくちゃ起きてるやん。夜じゃないとコンスタントにやり取りできひんからさ、うん、なんかデータが4時半とかにさ、なんかあのピッて送られてきてさ、うん、またそう送られてくるだけやったらいいけどさ、ありがとうございますっつって4時半とかに返事してどうかしてるわと思って眠い眠い言うてな、眠い眠い言いながら、ほんまに眠いわって昼間言いながらさ結局起きてる寝ろって寝ろな、ほんまに思うわ自分でも、でも汚い世界で戦っていかなあかんからな、まあね、おかしな話やけど、やっぱこの世に生まれた時から始まってるからね。そうですね、うん、幼少期からな、そうです、ね、始まってるから。まあでもさ、かなちゃんも私も子供の頃からそんなに群れるタイプじゃないやんか、うん、子供までは覚えてないけど、まあ出会ったのが中学の時やから、まあ、中学の時でもほらなんか割と女の子ってグループ作ってるやんか。そうやな。でもなんかカナもグループとか入ってる子じゃなかったし、うん、なんか私も少数なんか2人3人とかそういうチーム3、まあ、2人3人ぐらいでいてることが多かったかな。ベニちゃんはね、なんじゃかんじゃね、世渡り上手なんでね、こう、そうそうそう、渡り鳥のようにこう、どのグループにも長いものに巻かれる、巻かれる、何おかしい、ようやってんなと思って、あ、やっとんなっていつもな、いつの時代もそう思って私のこと見てるもんな、かなちゃんは今日もやっとんなってな。なんか、じゃあね、グループやとさ、1人2人、どうしてもそれが合わん子っているやん。いるいるいる、そりゃいるよ、そんなもんやろ、うん、でなんかそれが合わんだけやったら別に問題はないけど、ストレスの原因になったりとか、うん、その子がいることによって私の人生の質が下がってしまうとか思うと、うん、無理してそこのグループにいる意味とはとかなっちゃうわけ、うんうん、他の子は好きでも、うん、まあいいかでにはならんや。ならんまあいいやんって思う。思わん。そう、できるだけ離れていたい。変な話、いくら詰まれてももう嫌なもんは嫌や。嫌やな。それとペイできるぐらいならいいけど、むちゃくちゃ嫌いな人と1時間対話して1億円とかやったらやる。高っだからそんぐらいしんどい。聞いたし、毒ましで、そのぐらいしんどい。誰が1億円払うねん。1億円ぐらいの損失があるのよ、その嫌いな人と対話するっていうことが。なんかちょっともう感情無にしとけばいいやん、そんな。だから無にするためになるべく距離を取るようにしてる。うん、そうなんやと思って。なんかあのグランドのさ、隅っこで 2,3、うん、人仲いい友達がいたんやけど、うん、なんかボールをなんかそのグランドの隅っこの森っていうかさ、木立ってるところの間にボールを置いて、うん、なんかそのボールを3人で卵や言うて、なんかその卵をなんか順番に温めなあかんねんって言ってなんかそのそこ掃き掃除とかして、うんうん、でなんか卵を置いてなんかこうやって一人でそこバーンして、でその友達、次の友達が来たら交代してその卵を順番に温めるっていう、なんか怖い話始まったっていうことを小学何生の時はやってた。へえ、やらんかった卵温めるゲーム。やらんかった。うちなんか秘密基地作ろうと思って、あ、だそういうノリ、そういうノリ、男の子たちと神社のなんか土掘り返してたら、うん、住職の人に見つかってクソ怒られて、うん、やんちゃやな、何してねえそれ怒られるの。あ、そっか、嫌やねん、こう、まあ、4,5 人のグループあってもさ、うん、なんだかんださ、その中で2人、3人っていう、うん、さらに細かいグループに分かれて、うん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 、お互いの悪口言い合うやん。あ、言う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 、いい、だから、とか基本自分がいいひんところでは言われてるっていうノリじゃん。そう、だから5人やって1人自分が抜けた時に4人で自分の悪口言われてるっていうのがもう分かるから、うんうん、だから最初からもう入りたくないね、うんうんうん、言ってるもんやろって思ってるけど別にどうでもいいね、なんかだから言ってればいいから別に言わしとこうって思ってる方なんよ。で、カナは多分最初からもそんなんやったらいいみたいな。いやいや、言われるのも嫌やし、自分がそっち側に立つのも嫌や、言うのも嫌やし、じゃあそこに行きたがる人もいるね。そう、いや、いいよ、絶対に参加するっていう絶対に人はいるもう言われてんの分かってるから自分がいいひんところで言われてんの分かってるから、うん、もう何が何でも絶対全部参加するっていうタイプもいるどうかしてるよ、ほんまにほんまに好きな子もいるわけやん、うん、5人ぐらいのグループに例えばさ、ベニちゃんがいたら、うん、私ベニちゃんの悪口言いたくないんですよ、うん、好きやから。まあほんで、でもチームグル、まあ、そもそもグループにいいひんけどな、うちら多分 いたら、うん、で、あなたがトイレ行ってる間とかに、うん、ここで絶対言わなあかん雰囲気になるやん、うん、それでも言わな、うん、逆になんでお前言わへんねんってなるやん、そういうことになっちゃったらってこと。そう、だから言わなあかんやん、うん、そこにいるのが嫌やねん。あー、なるほどね。いや、私はそういうな、そうなったら多分そうねって言って終わる。で、それからが見たらあって思うもん、ショックやもん。
便利だと思う。そう、いや、カナ、カナはそこも全部含めても分かってるはずな、私の性格。いや、分かってるけど、でも、また自分のこと言い出した終わりやで、こいつ。いや、分かってても、でもやっぱそのまだ子供やからショックよ。中学高校とかさ、元彼の回し合いみたいなのあるやん。最低な話、最低な話しようとしてる。誰々ちゃんの元彼が、誰々ちゃんの元彼が、うん、なんか結構つながってるから。しかもそれ部活であった。やろ、付き合ってて次は何々ちゃんみたいな。うん、なあれなんなんやろね、怖い、あのローテーション。怖い。だから同じクラスの子とかと付き合うのめっちゃ嫌やなと思ってたもん。同じクラスの子。うん、誰々ちゃんと誰々くんが付き合ってるみたいな感じで言われるのがすっごいストレス、うんうん、だから付き合うなら年上か他の学校の子じゃないと嫌やった。ああ、でもかなちゃんは高校の時は高校生の人と付き合ったの？私大学生と付き合ったから、大学の野球部の人と付き合ってた。私高校の先輩とか。あ、先輩か。違う学校の子とちょっと遊んだりとか、そんぐらい。はい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 。でもなんかやっぱなんか合コンとかそういうのもなんかいかんしな。いかん、合コンコンパ行ったことない。私もなんかほんまにあんまり記憶がない、そういうない。絶対でもその場のなんかねーとかってやってないよ、やらへん。それはもうお金もらわないやらへん。そう、汚ねえ世界。もう汚ねえ世界、ほんまに汚ねえ世界。でもほんまそれ言い出したら終わりやから、仲いい、ほんまに仲いい人だしかいい日のとこやったら結構ウェーってなる。いやだからそれはほんまにだからこういうチームやろ。そう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 、ほんまにリアルに楽しめるチームやったらやるけど、うん、なんかいきなり会って初めましての初対面で、うん、なんかキャッキャーキャッキャーってやってるところでちょっと距離置いてるもん絶対。いやだから それが分かる、自分が見えるから、もういかん、うん、空気を壊すのも申し訳ないからやめとこうって思う、うん、あなた行ったら行ったでさ、うん、なんかあそうなんですね、へえすごーいやる女なんですよ。おーおーだろう、だろうって誰これ。でもなんか私かなと修学旅行行った時になんか夜になんかそのなんか燃える恋愛のシチュエーションを再現しようの会みたいな、夜中のなんか2時ぐらいとかに始まって、そう山の家山の家とかやっても多分分からへんねん。もうなんかあれなんていうの、あなんていうの、話す山の家、話す山の家、なんかそういうのって なんて言ったっけ、オリエンテーテーリング、あ、そう、林間学校みたいな感じで、うんうんうん、泊まって、部屋一緒やってんな、泊まりので、部屋一緒やって、しかも当時カナはすごいボーイッシュな格好してて、なんかちょっとショートカットで、ね、すごいキャッシャーな感じで、ちょっと見た目ちょっとでも男の子っぽい感じやって、ね、でバスケとかやっててさ、うん、当時バスケやってたっけ、ちょっとだけしてた、そうやんな。で、なんかその私が男の子にやられたら燃えるシチュエーションつって、なんかなんかベッドにバンってこう壁か壁にバーンって押して倒さ、ベッドやね、ベッドに押して倒さ、あ、そう、ベッドになんかこうバーンって押して倒されてダーンってやられて、その時になんかカナの顔を見てすごいドキドキした記憶がなんか燃えたなと思って。え、でも覚えてる、そんな話したの？その流れは覚えてる。なそこだけ覚えてんねん。だからそれ何人かやったんよ、仲良い女の子に。なんそのサービス、なんか私もやってってやって。なんなんそのループ不思議、不思議ループ。それをそうなんや、そんなんもありましたね。仲良く、なんかそういう多分変な子同士で友達になったんやろ、ね、やろうな、うん、不思議ちゃんやったしな、私ほんずっと今も不思議ちゃんやけど。なんかこの前もののけ姫の話してた時にさ、うん、なんか私はもなんかそのもののけ姫のキャラで言ったら子玉やとか、あ、そう、子玉。あんなアホな、あんなアホな顔してるのって、カナから見たら私そんなカラカラして、あんなアホな顔してる。あんなで、なんかさ、世界がもう大惨事になってる時にさ、私無理っつってファーってファーってなるけど、最後森が再生する時にもう何事もなかったかのように来て、カラ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 。ちょっと似てない顔とかも。似てるないよ。何しろ、クマシもそんなこと言う。何もその通りだと思う。なんかカナ言ってたけど、だからそういう友達にもなんか餌にされやすい。そうそうそう、餌にされやすい。どういうことそれも。なんか汚い世界の話やの。踏み台にされた時に分かりながらも、まあそれはそれやって言って、大人やから、なこの子なんか知らんけど、そうやな、なんか、まあ、ヘラヘラして、分かったとしても、そうよね、うーんとか言いながら、この子あんま本当喋れないからみたいな、言われる言われる、そうめっちゃ言う、みんなよろしくねみたいな、でもこれでも頑張ってんねみたいな、そうそうそう。
でも今日ねすごい頑張って来てくれたのみたいな、頑張ってるっていう、そう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 。だそれも後で気づくやん、あの時もしかして、うん、夜とかに気づく、そうそうそう、家帰ってお風呂入って、そうね、お風呂入って髪乾かしてぼーっとしてる時ぐらいに、ああれそう、別にその恋愛の話じゃなくても、うんうんうん、なんかちゃんとあそこで自分の紹介しとけばよかったなとか、なんかアピちゃんと自分のできることを言っとけばよかったなとかはなんか多々ある。ちょっとこう処理にさ、結構噛み砕くまでに時間がかかるタイプやから、よく噛むタイプやん。ご飯食べるのもそうやけど、物事を飲み込むのにもすごく咀嚼する時間が、そうねそうね、かかると思う。ゆっくりする、ね、でごっくん、ああの時ってなる夜とかにもう時を過ぎてるし、まあでもしゃあないかあのね、なんかそれかなちゃんと、あとなんかね、なんか結構スタッフさん、なんかスタッフっていうか、もう一人ぐらい、うんうん、そういうなんか私の代わりに怒る人いる。いや、そう、それは理不尽やみたいな、理不尽なことさせられるまんまとしてやられてるやられてるけど、まあ別に一回とか、そう、無駄に正義感強いからさ、なんかほっとかれへんねん。うん、いやだからそういう友達が多い、なんか、ああ守ってくれるやろ周りの人も。そういう友達が、私の代わりに勝手に怒ってる友達が多い、なんかすごい、だからそれはおかしいみたいな。うんうん、うん、なるほどね。そうやで、なんかやっぱ世の中うまいことバランス取れてるんやなって思うけど、そうですね、暗なってきた。なんかな、ほんま、なんかもう夜やね。何時今？あ、ご飯の時間。ご飯の時間？そうまあそんな感じで、まあもう夜も更けちゃったので、はい、夜も更ける？夜も更けてきたので、そうですね、まああの綺麗な世界を見ながら汚い話してみたシリーズはもうこんな、はい、今回はこんなとこにして、またなんか別のじゃあお題で、うん、あの汚い話する？そうやな、結構2人の話好きってあの言ってくれる視聴者の方多いから、うん、てか2人の話しかしてないけどまあ逆に、はい、じゃあそんな感じでね、高評価ボタンと、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ニナガーベンリでした。バイバーイ。バイバーイ。